はい、どうも、池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。そして本日はゲストをお招きしております。はい、ギャル霊媒師、飯塚優です。お願いいたします。もう僕はすごくこの企画を熱望していて、もうずっと動画拝見していて、もうすごく有名でいらっしゃるじゃないですか。私こそです。いや、本当ですか？ずっと本当に見ていて、はい、メイク動画をめちゃくちゃ多分いいねしたり、嬉しい。TikTok めちゃくちゃ見てるんで。本当ですか？はい。多分もう相思相愛というか。から見てます。はい。ずっとコラボしたいなと思いつつ、どういう経路をたどれば優先生に出会えるんだろうっていうところで、ももはちゃんコラボしてるのを拝見して、ももはちゃんを通じてご紹介してもらったって感じなんですけど、なんか僕の視聴者さんにも見てる方すごく多くて、去年の一番ヤバかった時に上げてる動画に対して、早くゆう先生とコラボしてくださいっていうのがすごくたくさん来てて、そこで僕初めて知ったんですよ。で、そこから動画見させていただいて、いつかお会いできたらなと思ってたら、今回、という形で。嬉しいですよ、もう本物がいると今。いや、こちらこそなんですよ、本当に。同じくなんですけど、嬉しさともにね、すごい緊張していて、なぜなら全てが見通せる方なので、なんか今オフにされてるということなんですけど、そうですね、オフにはしてるんですけども、はい、なんか気配は、僕別に霊感あるわけじゃないんですけど、はい、なんかここのここ嫌だなとかはすごく感じるタイプというか、まだ全部回ってないのあれなんですけど、はい、今ここに私が座ってて、はい、気になるのは廊下がずっと気になってしまうんですね。見られてる感じ、ただどこに隠れてるのかなっていう、はい、なるほど。早速ちょっと空気が怖くなってしまって、リビングの中は僕すごく平和だと思ってるんですよ。逃げる場所って感じですね、うん、シェルター。あ、本当そんな感じです、はい、でここにいて、基本ここでネットフリックスとか見てるんですけど、無意識に廊下見ちゃう時がめちゃくちゃあって、なんで廊下見てしまうかも分かります。なんでか、なんでですか。今言えるのは移動するタイプなんですよ。レイって言っちゃいました。やっぱもういるじゃん。移動するタイプなんですね。移動するタイプですね。なんで多分ゲテさんがこっちにすごく目が行く時と、うん、今日はなんかそんなにいつもより気にならないなっていう時があると思うんですけど、うん、それは盛んにそこ通ってる時と通ってない時の日があるので、今日はすっごい動いてますね。やっぱ美先生がいらっしゃったからですか。そうです、私が入ってここ座ってからずっと今走ってます。え、走ってるんですか。多分なんか落ち着かないんでしょうね。気づいて波長が合ってるんで、あ、どうしようって。またどんな見た目かはわからない感じですよね。足だけでした。え、上ないんですか。上なかったです。で、そこにいらっしゃる方がまず足だけの方1名。1名怖いんですけどあとやっぱそのすぐ先の扉と、そこの目の前の扉も空気の色が違うというか、だからあれ一体じゃないなっていうのを感じてます。撮影ちょっとやめます、一旦ちょっと結構怖いかもしれない。そうですね、割と結構明るくオープニングいつもやるんですけど、はい、いますねの瞬間から一変するんで。じゃあやっぱリビングは平和な場所なんですね。特にここがすごい平和でした。ああ、でも僕ずっとここにいます。ここが一番ホッとします。で、どの角度からもここは遠いんですよ。確かに自分的にこう意識的にそこに逃げてるというか、そこが一番落ち着く場所にいるってことですよね、普段から。やめましょうか、撮影ちょっと怖いかもしれない。まあ家まだ部屋残ってるので、そうですね、これからあのお部屋を見ていただこうというふうに思います。はい、早速よろしくお願いいたします。早速鑑定していただこうと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。そう、真正面の絵のこの下に猫ちゃん、あ、よくそこが上を見てたんです、この間。映像が開いてます。開いてます、はい、まずもう開いてます。はい、で、頭だけ横から裏から出して、こういう下を覗いてる男性がいるんです。え、で、そのせいで両サイドにいます、一人ずつ。やっぱ合ってたね、絵だったね。合ってるね、うん。両方とも、ここのちょうど入り口から直線上にいるんですよ、2人ずつ。ここに女性がいます。で、まっすぐ行ったところにも女性と女性なんだ。女性と女性です。ここは男性だったので、米道から頭出していらっしゃるってことは、入り口入り口で必然的にちょっと行きやすくていらっしゃるって感じ。ここの方が気が重いですね。いや、ここが一番やばいんですよ。苦しいです。ここがその一番やばかった時、寝室とこの衣装部屋でいろんなことが起きてて、寝室はこの壁に電飾というか光る文字のなんかオブジェみたいな
ずっと飾ってたんですよ、で、自分でスイッチを押して点滅できるんですけど、僕がテレビ見てるとそれが勝手にこうカチカチカチって3段階光が変わるんですけど、それが触ってないのになんか3段階こうやってカチカチカチって上がっていくみたいな現象が起きて、怖いんですけどって思って、まあ、それも撤去したんですけど、起きたりで、衣装部屋は角、ここ気になります、あそこです、わかります、やっぱ霊感ありますよ、そこにずっと嫌な感じがする、男の子がいるんですよ、だから猫ちゃんが動いてるようでも動いてない、音がするのこの子です、ハンガーとかラックが流れる音が気のせいかなぐらいのレベルで聞こえるのがこの子です、この間全部倒れたしね、これね、本当はラック1個をここにこうって捨てたんですけど、はい、重さもあったかもしれないんですけど、はい、全部倒れてきておでこにも怪我したんですよ、でやり直して今これになってるんですけど、あ、だから頑丈にしてるんですね、あ、そうです、そうです、でパラサントとか炊いて四隅に塩撒いてしたらちょっと楽になったんですけど、でもやっぱまだ重たい感じがすごいですよ、うん、近づくにつれて動機がします、この子がこのぐらいの身長なんで、まあ、小学校 2,3 年生ぐらいの子だと思うんですけど、うんうんうん、裏でこうやって遊ぶんですよね、入って、だからこう気のせいかなって音が聞こえたり、それこそ荷物が倒れたりとか、はい、不安定になりやすいのは、うん、猫はほんと子供のような遊び方をしているからっていう、その子は霊ですか、霊です、ここだけしか見えないんですけど、さっきこう女性見つけた時に、はい、スッて一瞬隠れて、でもよく見たらこうやって出てきますよ、ここだけ、はい、で隠れんぼしてる気持ちなんでしょうね、うん、遊んでるんだ、遊んでる多分この子がここにいる理由も、はい、今これ服で見えませんけど、はい、霊道は絶対開いてます、霊道ってその何箇所も開くものなんですか、心霊スポットと同じで一箇所開くじゃないですか、はい、そうするとその気が充満しやすいので必然的に同じ気の流れになりやすくなって、プラスそこが拡大していくと霊が居座りやすくなったりするんで、一、はい、人二人ここにずっと居座ってればそれを発見できますよね、うん、他の霊も、はい、必然的に集まってくる、寄せ付けられちゃうと、寄せ付けられちゃってますね、あ、霊は霊に集まるんですか、そうです、なんで心スポはそういう風になることがほとんどですね、自殺された方が多数いて浮かばれない方がいます、まあ霊が一体じゃなく何人もそこにいらっしゃいます、うん、ないと霊はその感知して、うん、あ、仲間がいるんだ、で人間は何感じるかっていうと息苦しさや圧迫感、不安な気持ち、あ、ここはそう思う、これも息苦しい、寝室も同じ感じするけど、そこにいる女性の方はどんな感じですか、この方セミロングの方でおとなしそうな雰囲気の、うん、もう害もないよ、悪霊とかではないと、悪霊ではないですね、ただほんと佇んでますっていうだけなので、なんかさまよって入ってきて、まあ、出れなくなったというか、帰る場所が分からなくなっちゃっただけ、とりあえずここにポンっているみたいな、男の子は遊んでほしい、で気づくかな気づかないかなで、なんか音立ってたりとかしてるってことだ、はい、実はその僕一回違う方に、その人は霊が見えるってよりかはヒーリングとかできる方がいるんですけど、に家に来てもらってヒーリングしてもらった時があったんですよ、でこの部屋がやっぱやばいって話をその方にもして見てもらったら、その方もあの角の奥に嫌な感じがするって言ってて、でもそういった霊見えないから何かは分かんないけど、でも子供の感じがするって言ってて、これマジなんですよ、で男の子なのか分かんなかったんですけど、前住んでた家族の多分一人で引っ越したくなかったみたいな、そういう感じがすごいするって言ってて、それは生き量ってことですか、私から見てその子は生き量じゃないんで、もしかしたら前見た方は感じた方はですね、うんうん、見えないけど生き量の気を感じたかもですね、あ、なるほど、はい、じゃあなんで今死霊に変わってるかってとこじゃないですか、生き霊ってもういいやって気持ちが晴れるとやっぱ離れることが多いんですね、うんうんうん、本体が人間でこう心が変わるので、はい、でもずっと子供がいたっていうことは同じその仲間になるってやってくる話したじゃないですか、はいはい、女性が多ければ女性が集まりやすいですし、うんうんうん、同じ世代の子供がいたら、あ、気持ちが分かるかも、あの子遊んでくれるかもで、子供には子供がっていうのはあるので、もしかしたらもともといた子はすっきりしていなくなったけど、その子がいる時に来たこの男の子は残ってここで遊んだし、まあ、慣れ親しんだ場所だしっていうので離れる気持ちはなく、別にいることも悪いと思ってないからこそ居座ってるっていう、
見えないけど、ここだけ空気全然肺に入ってこない、うん、なんか酸素ない感じですよね。酸素ない感じすごい、うん、俺初めて今入ったけど、ここ生き霊だとやっぱ人間っぽいんですけど、うん、真っ黒なんですよ。もう影が立体化して動いてるような感じなので、あ、違うなって。だから子供なのですごい納得したのが、悪いと思ってないんでしょうね、こういたずらしたり遊んでるのがですよね。遊んでほしいから、そうです、通したことによって気づいてくれるかもっていう気持ちの方で、ごめんなさいじゃないので、で3人ぐらい手伝いに来てくれたんだよね、確か。だからもう、わ、人来たみたいな感じになってますよね。そうです。で今この自分の話してるっていうので、余計分かって分かってって、なので空気で圧を出して分かるでしょってしてるみたいです。今ちょっと動いてましたけど、うん、奥の匂いが一緒なんです。素晴らしいですね、防音室みたいな、そうそうそう、あのサウナっぽい熱気みたいな、うん、それこそあの湯気っていうんですかね、そういう感じがやっぱ皆さんしますね。思うってことはそうなんだろうね、きっと。でも女性いるから女性がそっちにもいるってことですもんね。同じ立ち位置に立ってるっていうのは、うん、見て安心してる、ね、お互いがですね、お互いに。この方は特にあのさまよって帰れなくて不安になってるんで、うん、あ、いる、一人じゃない、よかったみたいな。終電逃して女性が一人で知らない駅にいるときって、と同じ女性で困ってる人がいたら安心するみたいな、一人よりはですよね。そうです、そうです。例えばこの子供とはもう見えてるんですか、このお互いは。お互い知ってますね。あ、それもじゃあ安心材料の一つというか、はい、あとは多分そこでも何かこうお互いに交わさないのは、求め合ってないんでしょうね、お互いが。この方は出ていきたいけど出ていくとこが分かんない、どうせだったら分かってくれそうな同じ女性の方がいい、うん、子供の方も霊じゃなくて人間に構ってほしいから、物理的には霊同士は別にお互い関与しないってことですか。そうです、喫煙所みたいな感じですよね。あ、吸ってるけど知らない人だから同じ行為はするけど一人みたいな、はい、あ、めっちゃ例え分かります。喫煙所で、まあ、吸ってるから、うんうん、そうだよね、私だけじゃないよね、ちゃんとみんなマナー守ってるよね、あ、安心っていう、人数見て安心してるだけって感じ。はいはいはい、喫煙所じゃないんですけど、やってもらっていいですか。あ、出てってもらっていい。たまり場、たまり場。今の段階であってもう3人、ただ4人、あ、まあ今顔を覗いてるから。この人ちょっと私は嫌ですね。出てこれないから分かりやすい攻撃っていうかしてこないだけで、ずっとこう出ようとした時って突っかえるとこうっていう声出したり、はいはい、吐息出すじゃないですか。それずっと出してるんですよ、出ようとしてるというか。で出てきたら間違いなく自分のテリトリーにしたいって気持ちで出ようとしてるので、だから追い出そうとして、ギュテさんが自分の家なのにすごく居づらくなったり具合が悪くなったり、病院も引っ越したいって言わせるような空気にしたい。何かしらやっぱりちょっとその人間はしたいっていう気持ちが強い例なので、一番今言った中ではやっぱそういうのに猫ちゃん集まるんじゃない、守りたいから、うん、だって本当に2匹ここで見てたよ。上隠れやすいっちゃ隠れやすいですからね。でも出てこればしないわけですもんね、時間の問題って感じです。無理やりこじ開けようとして日々ちょっとずつは開いてると思うんで、はい、最初はもうここだけだったと思うんですよ。はい、ずずずずってここまで出てるんで、多分その今うめき声って私が言ったものも猫ちゃんが霊の声として聞こえて、なんで聞こえんだろう、どこから聞こえんだろうっていうので見たのかも。手かけててよかったですね。あ、もうそこがそもそも霊道ってことですね。だからずっと走って行ってて、さっきの足の霊道。なるほど。引っ越して最初に僕ここに絵を飾ったんですよ。なんか嫌な感じして、殺風景は殺風景なんですけど暗い感じするし、うん、もう入居した瞬間からこの部屋が嫌だったんで、なんか明るくしたいくて、はい、で絵を飾ってたんですよ。でも住むから気にしてられないしなと思って絵を飾ったらなんとかなるかなと思って、なんかちょっと絵飾ったりとかして紛らわせてたんですけど、うん、多分そもそも空いてたんでしょうね、霊道自体は。人間の多分危機的な本能と、うん、まあ、霊感が混ざってゆてさんが無意識にここにこうかけたと思うんですよね。一番気になった頭痛い、ここ、うん、わかる、右後ろ、ゆうちゃんも感じ取りやすいよね、多分。確かにここにいるとちょっと霊感強くなったんですよ。ここはウォークインクローゼットです、はい、散らかっててめっちゃやばいんですけど、なんかゆてさんお気に入りの場所とお気に入りじゃないところの場所って分かりやすいですよね。大事なのはあっちだと思うんですけど、はい、こっちはやっつけとりあえずだと思うんですよね、うん、そういう場合ってゲテさんの気持ちを込めたその思いっていうのは、はい、あっちの方にやっぱ行ってて、こっちの方が少ないわけですよ。ってなると霊からしても家主の思いがやっぱそんなに入ってないってことは気がそんなにないところなので、うん、座りやすい、こじ開けやすいから、あ、ここで
もがいたらいつしか自分の気が勝ってもっと通せるぞ、出てこれるぞっていう思いがあるから今踏ん張ってるんだと思うんですけど。繋がってるってことですか？壁が霊道ですね。体だけここにいて顔だけパチ出してるんで、ん頭出ててこっちに体出てるんだ。そうなんですよ。もしここが貫通してそこが霊道だったらそこに穴が開いてそこから他の霊も出てるはずなんですけど、うん、ここは何でもなくここにいるんで、この壁が霊道になってるって感じです。こっちは問題ない。もう一枚の板が霊道になってるってことなんですね。ゲテさんの気が入ったもので集まってるじゃないですか。そうですね。なんで人事にしたいエネルギーとか霊の方のエネルギーが反射しづらかったのかもしれないです。あー、僕の思いがあるから。あっちも衣装あるんですけど、はい、ここはなんかより優先順位高いもの、よく着るものが置かれてる感じとか、大事ななんか思い出の衣装とかあったんですけど、これとかも初任給で買ったジャケットで結構覚えが強くて。なんかプライベートを公私混合してるっていう感じですよね。あ、そうです、空間が、はい、あちらはギュテさんとして演者としてを見つけてもらうためっていう、はい、めっちゃ衣装をかけてる感じ。その部分でなんかちょっとその気が違うというか、こっちはプライベートも含めてっていうのもあったんで、うん、これで今住んでたと思うんですけど、はい、さっきのお話でやっぱ時間の問題で、うん、もしこじ開けられて出てこれたとして、はい、うん、それだけで済まなかった場合はやっぱり貫通してもしかしたら開いた可能性はゼロじゃないので、はい、まだ開いてなくて、はい、完全にはね、まだ全部やられちゃった感は私から見てはなかったんですけど、はい、ただ結構数は多い方だなとは思いますね。確かに2人以上なのでワンフロアでって考えるとやっぱり多いですよね。多いわ、5人は。寝室にはどこにいるんでしたっけ？そこだった。あ、そこにいるんだ。はい。すごい、めっちゃ高いよ。すっごいな感じする。あの、ライト置いてるとこで。あ、そうです。そこの手前にいるんで。どうしましょう。ライトをなんであそこに置いたかっていうと、もう夜って暗いじゃないですか、当たり前に。でもそんな感じじゃない暗さがあそこってあって、あそこにライトがないと僕寝れないんですよ。だから全部電気つけっぱで寝るんですよ。テレビ見るじゃないですか、仮に。はい、こっちに目行きますね。行きます。で、眩しいからここは消すんですよ、寝るとき。はい、でもあそこはずっと僕つけっぱなしなんですよ、絶対に。すごい。なんかすごいじゃないですか、あそこ。大正解でしたね、置いて。私もあの動画で明るさが大事ってお伝えしてると思うんですけど、うんうん、はい、まあ、そういうところにはその観葉植物じゃちょっと足んないという方はスタンドライト見てくださいって。じゃあ合ってたんだ。合ってましたね。そうじゃなかったらって思うとちょっとここで寝るのも嫌になってあっちに行ってたかもしれない。でもそういう時期ありました。エアコンつけっぱなしだからかなと思ってたんですけど、すっごい起きるたびに喉がめちゃくちゃ痛くなる時があって、去年とか。今平気なんですけど、で嫌な感じするなとか、起きて全然疲れ取れてないなとか、睡眠の質がとにかく悪くて。なんか寝室っぽくないんですよね、ご自身の。自分が寝れる部屋なのに落ち着かないというか。うん、びっくりした。あ、猫猫行った。びっくりした。一番びっくりした。まあ、もともと引っ越す前から猫飼ってたんですけど、いつもルシウスが横で寝るんですよ。だからルシウスとかいたら寝れるんですけど、いなかったら寝れないぐらい居心地悪いですね、この寝室。なんか見てますね。のことを知ってますね。ずっと立って動かないんで攻撃的な人とは思ってないんですけど、いるっていうことは分かってますね。どんな見た目してますか？水死体じゃないんですけど、水で亡くなった。ずっとそのままこうびちゃびちゃな状態で佇んでるんで、なんかしたいとかの希望はないんですけど、ここにいさせてもらえるんじゃないか、まあ、要は自分のテリトリーにさせてもらえるんじゃないかっていうのを少し望んでたり思いつつも、でもいらっしゃる家主としてですね、ゆてさんのことも猫ちゃんも受け入れてくれてる体制ではないなっていうのも分かっていて、でもなんかそのここにいさせてもらえるんだったらっていうちょっとこうもどかしい気持ちでこうなんか横に揺れてます。害を与えるタイプではない。直接的に呪うとか攻撃するとかはないんですけど、物理的な。ただこの方結構不安定な状態の時に亡くなって、自分が亡くなったことを受け入れるのに少し時間かかってたんで、ご自身のメンタルが病みやすくなったり不安定になりやすくなったり、すごい引っかき傷なんか多いんですよ、この方自身。はい、ならここで仮にもし寝てたら、例えば痒い、なんか体がムズムズするなっていうムズムズ病じゃないですけど、はい、そういうの発症したりとか、うん、とにかく居心地悪い、寝られない、なんだろうって思う、自分のなんかその心身のバランスが崩れてるのを感じるような害は嫌だけど、攻撃されてる感じもしないけど嫌だって、うん、で水でびちゃびちゃって私言ったじゃないですか、はい、だからか無意識なのかわからないんですけど、空気清浄機がそこにあるんで、
嫌だからって思ったところにそれ相応のものを無意識に侵されてるのかもしれないですよね。あ、そういうのあるんですね。霊感強い方とちょっとこう人間的な危機感とか、うん、危機察知能力に長けてたりとか、うんうんうん、まあ、警戒心強い方とかそういう方は結構こう人間のその勘でなんかこう動いてくることになってたり、すごい嗅いでますね。珍しくない？するからかな。でも頭こうやってやってたんですよね。この話してからすごい珍しいですよ。ウシウスって基本的に出てこないんですよ。誰か来客があったらずっとベッドの下にいて回路が出てこないんですけど、いやマジで初めて見たぐらい、うん、一人で抱えてんのが嫌だったのを今共有して、うん、こんな顔スレスレすることないですよ。ありがとうって言ってるのかもしれないですね。へー、ルッタン何初めてですか。嫌だったんでしょうね。一人だけ見えてて伝えられてないのが、うん、悶々としてたんでしょうね。結構やっぱ人間よりはどうしても優れてるんで、分かりやすい猫ちゃんワンちゃんは、うん、結構それがストレスになってることあるんですよ意外と。ふさぎがちな性格になったり、うん、あんまり寝れない子になったりとか、うん、落ち着かない子になったりとか、なんかそういう意味では甘えたかったんでしょうね。猫ちゃんが若干気持ち的に救われたのは良かったです。良かったです、うん。お手洗いですかね。トイレです。はい、うん、霊はいませんね。あ、よかった。トイレ嫌な感じしないです。もうちょっとこう気を循環できそうな感じではあるので、まだなんかその最高潮に循環してますよっていう状況ではないですね、はい、お風呂よりちょっとその浄化力が弱いんですよ。でこれはあのゲテさんのお家がっていう感じで、へえ。お風呂の方が弱いお家もあるんですけど、はい、このお家はここがちょっと、うーん、だから霊が通った時通った木っていうのをここでパネコンで吸い上げやすかったりとか。よくないですね。もうちょっと浄化できそうですね。あれもう一匹猫ちゃん、あ、角に行きました。男の子のところでもデュアナいつもこの中にいるんですよ。あ、ルシスもですか。ルーちゃんも今あそこの角行きました。教えてくれたのかもですか。なんか守られてる感じすごいするんですよ、ルシウス特に。ルーちゃんはちょっとワンちゃんっぽいです、性格が、うん、お家守ろうとか、自分が何かしようっていうのも強いんですけど、うん、何してるの、かわいい。ディアナちゃんは自由ですね。すごい自由です。猫ちゃんっぽいです、気分のまま。本当に猫って感じです。でもディアナちゃんのいいところは自分のリズムメインじゃないですか、うんうんうん、なので何か異変があっても違うことがレギュラーで入ってきても、うん、自分は自分っていうのが強いので体勢がつきやすいんですよね。いたとしても気にしない体勢っていうんですかね。ロンちゃんはワンちゃんっぽいので、うん、家主さんが受け入れた人じゃないものがもしいたら、うん、警戒して自分が見張りますっていう感じになるんですよ。いい意味でバランスいい2匹だね。確かにね。ちゃんが教えてくれに行ったのにちょっと合わせてるかもしれないですね。ディアナちゃんが玄関は普通ですか。玄関は普通でしたね。ただやっぱそのはつらつともっといい気が炸裂しててもいいんですけど、うん、それがなんかこう行き届いてなんか弱いんですよ。でその理由はもしかしたら一応壁はこうやって挟んでますけど、お手洗いの鏡がちょうど向かい合わせなので、へえ、あ、それもあるんだ。鏡向かい合わせってよくないんですか。向かい合わせはあの昔で儀式だったんですよ、はい、法霊術とか霊を呼ぶとか。なんか合わせ鏡は良くないって聞くけど、はい、そのやっぱ壁一枚通しても合わせ鏡になっても良くないと。たまたまだから余計なんでしょうね。向かい合わせになってるお家の方が少なかったりとか、はいはいはい、あとはですねこれだけ大きい鏡が2つあってもここで住んでるのはやっぱこの壁のおかげっていうのもありますし、でお手洗いと玄関って一番仕事運、金運で、あと人間関係とかが含まれてる全体運の場所なんで、はい、その両方が玄関の近くにあってなおかつ合わせ鏡なんで、だからいい場所にちょっとバッドポイントが存在してしまってることでいい気が出づらくなってる、陽の気が弱いってことじゃないですか。あとは霊からしたら動き回りやすいですし、バリアが薄いってことなんで、霊にとってもまあ居心地いいわけじゃないけど悪くもないからみたいな部分があるところですよね。そうです。やっぱりそれだけ居座れるのもなんだかんだ言ってもうちらも締め付けられるような空気感だったり、害、うん、がないもんねーでこう入れるっていう、だけどなんで払わないといけないのかっていうところじゃないですか、居心地がいいなら、はい、それはやっぱり住んでいる人間の方に害が出たり、八方下がりって言って運気の方にも害が出たり、体調面だけじゃなくて、霊はやっぱりちゃんといる場所に行っていただかないと自身たちも供養されなくなっちゃうので。ああ、そっかそっか。なのでいつの日か孤独を感じたり寂しさを感じたりすれてしまったり悪影響に変わる可能性があったりするので、はいはい、うん、よくはないけどバランスはだから今変に保たれてるんだろうね、うん、あ、そうです、そうです、悪くならないように、はい、こういうクリスタルがこう来てたまに鳴らすんですよ、チーンって。これ
の玄関とかに置いとくのはいいですよね。あ、そうなんですか、はい、分かった。合ってる、合ってます。奥じゃなく玄関の目に入るところに置いてますし、余計に今言ったこう全部の運気が入ってる場所でもあるところなんで、はい、やっぱそこで鳴らしてもらった方が随時お清めは。あ、はい、そこはなんか今最初にちらっと見た時はそんなに嫌な感じはせず。本当ですか。ただここで気合い入れるからでしょうね、ご自分に。ああ。整えようとか。はい。めっちゃ散らかってますけど、下映さないでもらっていいですか。はい。ゼロになる場所じゃないですか、お風呂に入って。はい。メイクとして。メイクとして。うん、なんでゼロだからこそ、もう下地にこういっぱい気を入れなきゃ、メイク前だし、はい、っていうので気を入れるっていうのがたまたまここでやられてたからなのかなと思います。ここ合わせ感なんですよ。これは平気ですか。ここは多分特にゆてさんがよしっていう風に入れる場所だったから、うん、なんかここで収まってるって感じがします。何かが通ってとかはなく。お風呂は平気。この鏡とここの鏡は問題ない。あ、よかった。あともうちょっとこうマッチしていい気が溢れると、うん、今度ゆてさん自身が落ち着くだけじゃなく、うん、趣味になってきます。お風呂で何かすることが。そこまで引き上げられそうな場所だったんで、うんうん、悪いものはないんですけど、さらに運気アップのポイントとしてはさっきのお手洗いと同じようにできるかと、うんうん、ここでずっと用意したまま片付けずに、はい、このルーティンはこのままの方がいいでしょうね。あ、へえ、片付けない方がいいんだ。はい、必要なものを絶対ここに置いてるので。絶対置いてます、これは。そうですよね、それが防御になってますね。へえ。それこそ皆さんなんか気合い入れるものっていうんですか、うん、女性だとメイク道具とか美容グッズとか、うんうん、嫌なのって場所にあえて置いて習慣づけてそこでやってもらえるとちょっと気変わりますからね。へー、そうなるんだ。そうなんです、それがいいかもですね。へー。あの、じゃあキープしときます。キープしてください、洗面台に関しては、はい、めちゃくちゃ意外なパワーポイント。へー。状態が揃ってたからのパワーポイントですね。映さないでくださいって言ったところですね。別にいいけど別に。いや、まあ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 、まあ、あとお風呂はやっぱその汚れ落としてっていう健康運に関する場所なんで、うん、全体運に関するところはこの2点だから、よりちょっと波長は多分ここの2点が、はい、あれだったのかもですね、うんうん、お風呂まで影響いってない理由はバリアになってた。バリアになってた ね、確かに言葉を失ってんじゃん。そう、言葉失っちゃう。よかった。でも、よくないか。だって、5人、うん、でも今、あれですよね、まだ見てない。気になるっていう。あ、ここは、押し入れというか、物置です。あー、霊はいないんで安心してください。ただ、タバコの煙あるじゃないですか。うん、あれが真っ黒になった、もやっぽにブワーって充満してます、すごく。それは霊ではないけど、見えるってことですよね。気の余談。あー。へー。ですね。で、もしかしたらなんですけど、むき出しの鏡がここにあるので、はい、これをなんか包んでしまっていただいたら多分消えると思います。早急に入れます。普段使わない場所に鏡がむき出しっていうのは、こう消した状態だと暗いものが多い、で湿気溜まりやすいじゃないですか。まあ霊とか邪気が好むポイントが揃っちゃうんですけど、そこにむき出しの鏡があるので、ってことはこのリビングに関しては基本はいないってことですよね。いなかったです。やっぱなんかハーってこうほっとしますね。目が落としますよね。あと、まあキッチン。キッチンもでも大丈夫だと思うけど。別になんかいるとかはない。おお。やっぱだからここは気がいいんだよ。気がいいよ。ずっとリビングいるもん。無意識にこっちの方に来たくなっちゃう。そうなんですよ。ここにいつも座って、いつもこれご飯食べてます。なんか正直無意識に。めっちゃパワーポイント。意外なあの脱衣所と、そうですね、ここと、はい、はい、でこれ多分モンステラこのデカさ、よりちょっとここが安心できるポイントになってるのかなと思いますね。エアコンガンガンでさ、太陽光も当たってないからさ、出ようって話なんだけど全然すぐ根が生えてくるんさ。植物が生きやすいとか、また生き返りやすいところは気がいいって証拠なんですよ。じゃあ理にかなってるというか、本当にそれはそうですね。気がいいとこにたまたま置いたから、よりここがちょっとダブル効果な。なんかもっとパワーポイントで言うと、まあ、全身鏡に使われると思うんですけど、はい、DIY っていうおしゃれをちょっと兼ねて、まあ、布かぶせるだけだとちょっとなんか見た目があれだと思うので、うんうん、カーテンのようにして、はい、使わない時は閉じて使う時だけ開くっていう。 あの鏡ですか。そうですね、全体が白なんで、はい、白ってすごい良かったんですよ。潔白清めって意味がある。へえ、嬉しい。なんでより清め効果としても、まあ、色を使ったもので DIY をして、確かにここより
白いというか、うん、気持ち的にも白基調にもしてあるけれども、うん、そうですね、空気もやっぱ全然違う、明るい感じするよね、うん、というわけで鑑定していただいたんですけど、なんか割と僕がやっぱ思ってたところと同じところにいたんだなっていうのと、自分が無意識に嫌だなって思ってるところにライトを打ったりとか空気清浄機を打ったりとかしてるのが、やっぱ本当にそこにいたんだなっていうのが、点と点が結ばれた感じがして、本当にもうおっしゃってる通りでしたね。あの、うん、気になってらっしゃるところに勢ぞろいでしたもんね。本当に結構散らばってるもんなんですか、なんか割と他のご家庭というか、はい、固定したあの一列にバッているっていうのは一列冷凍でかいの開かせようとしてるねっていう予兆ですね。恐ろしいですね。でもそんななんかめちゃくちゃ悪霊がいるわけじゃないからまだ良かったですよ。10段階で10がマックスだとしたら、はい、悪影響を及ぼすな絶対にっていう、はい、まああの男性の方頭出してるやつ、6ぐらい、ああだあでもまあまあまあ、あなんとかできますねっていうレベルではあるんですけど、数が一箇所に多すぎるっていうところで、あっち側にあっち側に多すぎるっていう、寝室が一番嫌だな。なんか寝る場所ってなんかすごい新鮮な気持ちじゃないですか、はい、あそこがなんかすごい嫌な感じするってすごいなんですよ、ね、一番なんかオフになりたいとこじゃないですか。本当にそうです。それができないっていうとこと、あと嫌な気持ちになるのもすごいわかるなと思ったのが、うん、真横にあのクローゼットじゃないですか、はい、でちょっと目をずらしたら廊下、うん、であともう一個奥のクローゼット、はい、挟まれてる状態なんで、ああだから緊張感があるのか、一列並んでるわけだもんね、ずっと見られてるわけだ、だから出てる嫌な挟み方するね。そうですね、その寝方をしてる方で言ったらちょっと一番でしたね、挟まれて。確かにデッドポイント、そして霊、よく過ごせてたなぁと私は思いました。あもちろん改善できるレベルなんで、そこはしかもなんか全然関係ないけど、なんかずっとぼーっとしてる頭が見始めたぐらいから、頭だけじゃなくて目の裏とかもぼーっとしませんか。はい、語彙力なくなってたけど、うん、全然喋んなかったよね、吸い上げたって。私たちがしかも彼らの話したじゃないですか、はい、だから波長が皆さん全員そっちに向かって話してる、そういう意識で聞いてるになってるんで、より波長が怪しくなってる状態だったんで、あっちかしたらラッキー気が吸えるぜ、へー、圧迫感増すときはあっちの勢力がちょっと増してるとか反応してるようなので、うん、いつもだったら食べられなくていいもの吸われて戻ってきた。あーなるほど。そしたら除霊もしていただける。もちろんです。あよかった、はい、多分お香を焚いたらちょっと息の吸いやすさとか、うん、ぼーっとするのは落ち着くと思うので、あーお願いします。がっつりやらせていただきます、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと鏡に直にご符書いていいですか。大丈夫です。1日経ったら拭いてもらえれば。はい、わかりました。一心朝来実行を会場中参謀本当に線が出てる。全然違いますよね。確かに。はい。ここの香りかな。ここの香りは一応大丈夫なものなんですけど。本当ですか。はい。文字とおばの家の仏壇を置いてあるところの線香を焚いたら一直線だったことありましたっけ。それは多分いい香かもしれないですよね。知ってる方が来てみようの意味なんです。そうですよね。ここがこうなってるのはやっぱりあるいるから、怖いのかも、集まってるから。僕ニアナ全然普通なのに、ね、シュースタッキーもないけど、うん、大丈夫ですか。今ちょっとみんなで聞いてくれてると安心です。はい、というわけで今除霊が完了したんですけれども、本当になんか部屋が明るいね、ずっと言ったときはね、明るくなったタイミングとかなんかありました。結構何回かお香を焚いてるじゃないですか、はい、最初のお香終わったぐらいからでも感じ取れてました。じゃあ1周目の時ですね、うん、きっと割とそのぐらいから感じてましたね。立ってる時にどよみ、うん、どんよりした感じ、うん、のはなんかすごい
すごい伝わったんですね。りょうちゃんすごい言ってたもんね、全然違う、もう床の色変わってんじゃないかぐらい、明るく見える。これは明るく見える。廊下特にすっごい暗かったんですよ。ライトついてんのにめちゃくちゃ暗くて、それが割と解消された感じすること、あと衣装部屋が僕一番体感しました。嫌な感じが本当しなくて、着替える時にさっと取ってリビングまで来て、そこで服こうやって見てたぐらいだったんで、服力入りたくない場所だったけど、今は別に全然その深い感はなかった。そうですね、お一人で残ってましたもんね。うん、すごかった。嬉しいです。ありがとうございます。いろんなところにお札も貼っていただいて、玄関とお手洗いちょっと爆上げにできるように素晴らしい風水グッズも入れておりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。クロス衣装がいいんですよね。そうです、魔除けにクロス衣装、霊障で気になっていらっしゃる方は特に置いていただきたいのと、あとですね、験担ぎとか運気を上げたいなっていうのであれば、ゴールドは魔除けプラス気を上げてくれて、で新しい気も注入してくれるので、他の用途の気も一緒に上げるっていう点では、天然石でいう水晶、クリスタルのですね、と同じ用途のちょっと意味合いというか、ゴールド置くだけでも全然違うっていう、はい、個人的にゴールドのものを引いてセットしてからはバッてすごくこう気が済んだ。へしましたね。セットがやっぱいいんですね。クロス衣装かけるゴールド、よりちょっとこう効能を上げるっていう意味では、除霊してるところを拝見したから、僕もすごい勉強になるところたくさんあったので、嬉しいです。そう、普段からやってる塩風呂も効果あるって伺ったので、しかもそれもプラスして、あのお香とかもぜひ、まあ大抵音も鳴らなかったんで大抵大丈夫ってことですから。よくなんか猫ちゃんとかワンちゃん大丈夫か気にされるかと思うんですけど、これを炊いたことで苦しんだりとか、やっぱり具合が悪くなった件っていうのは一度も今までなかったので、元気ない、元気ですね、問題ないってことを考えたら、よりちょっと炊いてご自分でできやすいかなと。よかった、本当によかったです。僕お家大好きなんですけど、寝室とか床部屋特に全然気が休まってなかったから、睡眠の質も上がったらすごい嬉しいなと思いますし、何より5体いたので挟まれてたの、僕寝るとき、それがね解決したのですごく嬉しいなと思いますし、本当にコラボさせていただいてありがとうございました。とんでもないです、感無量でございます。こちらこそでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ゆい先生のチャンネルではですね、僕の個人鑑定の様子を、まあ、占いも兼ねてるんですけど、していただいている様子がありますので、ぜひそちらも概要欄の方からチェックしてもらえればというふうに思っております。鑑定してるときは、なんか、頭ぼーっとしちゃってたんで、あんまり言葉出てこなかったけど、その個人鑑定のとき多分もうめっちゃ喋ってるんで、見えてらっしゃるんだなってすごい思ったところが多々あったので、ぜひそちらの動画も見ていただけたらというふうに思っております。はい、ぜひゲテさんをもっとより深く知りたいという方には、すごくいい機会かなと。思いますし、なんかファンの方も本当はそういう部分を持ち合わせてるんだなって、なんか共感できる部分もあると思うんで、あんまり喋ったことない話しましたね。だいぶ深いところまで、生きる意味とはみたいなところをあんま喋ったりしないじゃないですか普段そこまでこう深掘りして喋ることもあんまなかったので、いろんな発見があったので、そちらも動画見てもらえたらというふうに思っております。というわけで本日は飯塚先生をお迎えして、私のお家の鑑定プラス除霊をしていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に、というわけで最高になっていいんだと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギテと飯塚優先生でした。バイバーイ。幸あれ